空は三なりだね。あ、俺南国育ちだからさ。ほら、どんどん凍っていってる。ドナルドの魔法じゃないよね。ハートレスの仕業かな。そうかもな。行ってみよう。あの人、悲しそうな顔してた。何かあったのかな。ハートレスの私、事情を聞いてみようか。うん。ハートレスもいるし、心配だね。急いで追いかけるよ。
よっ、はっ、はぁ。
上がれるよね。当然。せっや。へっは。すごいところまで登ってきたね。お下は大変。あなたたちはどこから来たの？うん、俺は、その、ちょっと遠くの南国から来た空。バッドラルよ。グーフィーだよ。もしかして戴冠式のお客様？え？もう、そうなんだ。それで君は？エルサ、アレンデールの女王エルサです。え、女王様？ここにいるのは危険。町に戻ってください。でも女王様がこんな雪山で一人きりなんて、何かあったんじゃないの？帰ってください。一人になりたいの。誰も傷つけたくないから。そんな、一人になりたいなんてよっぽどのことがあったんだろうけど。僕たちはいつも一緒だよね。旅は面白くって危ないこともあったりするけど、三人で力を合わせて乗り越えてきたよね。だよな。でもまあ、おこりんぼのドナルドとはたまに喧嘩になるから、一人になりたいって気持ちもわかるかな。あっ、あっちのセリフだ。もうやめて。エルサ、これって…ハートレスだ。ここは俺たちに任せて、エルサは逃げて。
エルサ、大丈夫だった？あの、ひどいこと言ってごめんなさい。助けてくれてありがとう。危ない！その力、やっぱりエルサだったんだ。見たでしょ？私はこの力のせいで人を傷つけてしまうの。でもハートレスは闇の魔物だよ。さっきも言ってたわね。それは一体何なの？ハートレスは人の心を狙ってどこにでも現れて悪さするんだ。人の心を狙う魔物だから危険なんだ。エルサは自分の家に帰った方がいいよ。私に帰れる場所はないわ。心まで傷つけたくないもの。エルサ、そうならないように私は一人で行くの。一人じゃ危ないって。あ、お願い、来ないで。エルサ、エルサは強い人みたいだから大丈夫じゃないかな。ヒルアールだよ、一人にしてあげよう。そうだとは思うけどさ、最初に見かけた時の表情が気になるんだよな。女心がわからない子ね。放っておいてあげなさいよ。お前はって格好は機関っぽいけど誰だっけ？ちょっと、ああ忘れてるのか。私はラクシーヌ。もう忘れないでね。ともかく彼女のことは私たちに任せとけばいいから。知ってる？知らない。でもなんだかかわいそうだから知ってるふりをしといてあげれば。寺じゃないならどうでもいいんだけどな。ちょっと聞こえてるわよ。エルサをどうするつもりだ？どうするつもりもないわ。あんたたちにうろつかれてたら目障りだから、しばらくここでいい子にしてって。氷は私の専門外だけど。ラクシーヌ！出口はないのかな。どうしよう。とにかくここから出ないと。エルサのこと心配だよね。ああ、何もしないとかラクシーヌは言ってたけど、機関の言うことなんか信じられない。絶対わざかたおらせる。急ごう。助けるぞエルサ。このままだと凍えちゃうよ。
Yeah!
光よ。どこに通じてるのかな。柱が回るのと連動してるみたいだね。なんだ？地面からキララが飛び出してる。気をつけて。そりゃ。やあ。
終わりだ。どうだ。同じ味よさ。このはしがも回せそうだよ。